ございます。BGM を変えました。またフレッツレゲエバージョンでゲオで変えてきましたので、早速お試しで、お風呂が来てみました、ちょいちょいご覧ください。景色がいいんでね、気に入ってるんです。このコースジャンピングアリーのやっぱセリカいいですね。合いますね、こういうところの方が。ミスファイルリングシステムはちょっと再現されてないみたいですけど、バンバンうるさいからいいですなかなかいい味わいですけど、これでもまだまとめはしてないんですけど、なかなか回らなくてね、苦労したよ。シャコタンだからね、何でしょう。ジャンプみたいなね、ロールオーバーも入れたかったんですけど、なかなかいい感じに転がんないんだ。まあトライアルをたまにオフロードも鳴る人がそろそろ出てくるんじゃないかと睨んでるんです大体外れますけど、次の次か、次の次でなんかアップロード出てきそうな気がするんで、ちょっとそれを意思表示やってくれよっていう意思表示でアップしたいと思いますなかなかいい感じで合わせてると思うんですが、どうでしょうか。ピットモードで迫力満点のレースを、皆さんもっと速く走れるんですよ、ね、コックピットもなかなかいいですよ。フロントガラスの景色が横に流れる感じがたまんないですね。すごいリアルですよね、この日差しの入り方とかの、これが GT プロでどう変化するんでしょうね。もっと楽しめる何か要素が何かあるんでしょうかね。オンライン強化ですかね、体制みたいな。景色がいいのは、いや、これだっけ。あ、車内はこんな感じで、名もあるからやめましょうか。こっちだからね、これが一番景色よく映るんじゃないかな。
だったかな、あれじゃなくてね、これはね、あれじゃなかったっけ、このジャンピングスポットが ねえ、ジャンピングを使っているの。曲でしょ、レゲエも。起きる起ここですよ、ジャンピングしながらドリフト、空中ドリフト。ジャンプ。はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。